在した日本のの文字コードについての勉強会である1958年10月に和田博氏によって作られた。1958年10月末から1959年4月にかけて11回の会合をもって情報交換用の文字コードについて検討した研究者や技術者の集まって活動していた勉強会である。コード会は 法令等の何らかの公式の根拠をもって設立された機関ではない。またこのコード会は一つの私的な文字コードを定めたに過ぎず何らかの公式の決定を行ったわけでもない。コード会が任意組織として活動したのは会の趣旨には賛同するが会の決定には束縛されたくないというメンバーたちの矛盾した意向による。また高橋秀俊氏は 採用が進まなかったことについて、メーカー各社に、一つには、外国、特にアメリカの動向に追随せざるを得ない事情があったことによるであろうと書き残している。しかしながらこのコード会が作成した、コード会のコードは、この案そのものの実装例こそほとんどなくせいぜい1、2にとどまったものの、コンピュータのための文字コードの標準化作業としては、日本では最初のものであり、 世界でも最も早いものの一つであった。辞書順ベースのコードなど当時としては極めて先進的であったためにそれ以後の文字コード企画に大きな影響を与えた。また、情報処理学会企画委員会が設立されるきっかけになった。コード会のメンバーは電子計算機に関わりのある大学、研究所、メーカー、ユーザーに所属する研究者や、 技術者から構成されていた。地理的には東京及びその近郊にある機関に限られており、警察庁、東京大学、日本国有鉄道、日本電信電話公社、電電公社通券、沖電機工業、日本電機、日電振興、東芝、日立、富士通、小野田セメント、電子工業振興協会、電気試験所といった機関が参加しており、 そのメンバーには、東京大学からは、高橋秀俊、森口茂和、元岡徹、富士通からは後に、社長、会長になった、清宮博士をはじめ池田俊夫や石康を、沖電機工業からは後に社長になった、橋本南海男といった人物が含まれており、当時の国産機の開発に、東京近辺で携わっていた、主なメンバーを知ることができると言われるほどのものであった。 この会の世話人となったのは、和田博士及び高橋茂、和田英一の三名であり、中でもこのコード会の中心となったのは、電気試験書電子部長であった、和田博士である。コード会が作成した文字コードは特に固有の名称は、持っておらず、コード会のコードと呼ばれている。このコードは、以下のような方針で設計された。主として、 科学計算に使用する6ビットコードと主として、事務処理に使用する8ビットコードの2つを設ける。6ビットコードと8ビットコードはできるだけ関連を持たせるようにする。0から9までの数字は1、2、4、8コードで表す。この結果0から9までの数字のコードは、解4ビットの値はそのまま0から9になっている。16進法にも配慮する。 当時の多くの文字コードでは、しばしば同一視されていた数字の例、プリンターでの空白、テープの空白を明確に区別する。アルファベットは、自き配列とする。ただし、英字については、アルファベット順に一本化できたものの、かなについては参加メンバーであった、電電公社の強い主張によって五十音順のほか、電電公社の鍵盤配置を尊重した案を、併記することになった。 コード会が作成したコードは以下のようないくつかの点で先を見据えた先進性の高いものであると評価されている。ありがとうございます。